まず外部ストレージ、新たな選択肢と書いてありますが、今まで VMware を使う、ストレージとしては、いくつか選択肢がございます。例えば、仮想サーバーの中にもスカジーの内蔵ディスクがありますので、それをデバイスとして、使おうというお客様もいらっしゃいますが、やはり容量が足りないといったところで VMware はやはり、3のストレージがいいかなといった選択肢が、あると思いますが、実際にこの3のストレージを使うとなると、ファイバーチャンネルのホストバスアダプターが必要であったり、あるいはファイバーの設計、引き回し、それからボリュームの設計が大変だということで、複雑化がどんどん増してしまうので、さてどうしようと考えられたお客様がたどり着くのが最近流行りのアイスカジー。ただアイスカジーも、やはり、LAN ベースにあるのが簡単ではあるかもしれませんが、専用のイニシエーターというものが必要なのを、ご存知の方、多いと思います。また配達制御に若干不安があるなという声を最近市場で聞くようになっておりますので、もっと簡単なストレージが欲しいというお客様が出てまいります。そこで登場しているのがこのネットワークベースの NAS と呼ばれるストレージです。NAS については特に専用のイニシエーターもいらず、サーバー側には RIG、ネットワークのインターフェースがあれば簡単に利用できますので、非常に嬉しいというお客様も多いんですが、1点盲点がございます。何かというと、このコントローラーの単一点障害です。 NAS はネットワークベースでのアクセスなんですが、ストレージ側の受け口、すなわちコントローラーがたった1つしかございませんので、このコントローラーがもし壊れたらストレージデバイスにアクセスできないというような状況に陥ってしまいます。特に VMware などを使って仮想 OS をブートするためのデバイスにストレージを NAS を使っているとですね、コントローラーの障害があった場合にゲスト OS がブートできずにサービスが稼働しないということが、起こってしまいます。このようなリスクを改善するためにアイシロンで提供しているのが、クラスターストレージでございます。ランと書かれた雲の絵から青い線が何本か複数出ているのがご覧いただけると思うんですが、アイシロンは1筐体のことをノードと呼んでおり、ノードが今までの NAS のストレージでいうコントローラー、そしてディスクドライブがセットになったものという、構成です。このノードが3筐体を、最小構成として、運用できますので、コントローラーが1つ壊れても他のノードから、その、接続を、維持し続けることができる、コントローラーの多重障害に非常に強い設計となっているのが特徴です。今までのストレージデバイスとの違い、アイシロンのストレージの違い、簡単にご紹介差し上げましたが、もう少し踏み込んで、従来の NAS とアイシロンのクラスターストレージ、違いを左右で対比してみたいと思います。まず従来のストレージですが、ただいま申し上げたようにコントローラーがあって、その裏側にディスクドライブがたくさんぶら下がるという構成をとっています。で、ある容量以上になると、このコントローラーとボリュームを増やす必要性が出てきてしまいますので、ボリュームごとに利用効率がバラバラになるという事象が発生します。そもそも仮想化を行う際、サーバー側で重要だったのは利用効率の改善でした。ストレージでも同じことが言えますが、このようにボリュームがたくさん分かれてしまって、ボリュームごとに利用効率のばらつきが出てしまうと、何のためにストレージの仮想化をするのかが分からないという実態が発生しているケースが非常に多く見られます。またコントローラーの障害やコントローラーのボトルネックといったところがありますので、今までのデバイスではカバーしきれませんので、出てきたのがアイシロンです。シングルファイルシステムですので、利用効率を管理する、トラッキングするのはたった一つのファイルシステムで、結構です。一つのボリュームの効率が、悪いかいいかというのは一目瞭然ですので、本当の意味のストレージの効率化を図るには、やはりアイシロン最適というふうに、申し上げられます。またあちらの絵ではノード1番から8台の筐体まで、ありまして、いずれかの筐体がもし壊れた場合、 NAS というところのコントローラーがもし壊れた場合、どのようなことが起こるかというと、例えば8番の筐体が仮に壊れたとしても、1番目の筐体からシングルボリュームの中のデータにアイシロンであればアクセスできます。また2番目の筐体が壊れたら7番目の筐体からデータにアクセスすることができるということで、アイシロンは非常にノードの多重障害、コントローラーの多重障害に強い設計になっているのが特徴です。